ロバート・ウールはアメリカ合衆国のコメディアン、俳優である。1951年ニュージャージー州ユニオンに生まれる。地元ニュージャージー州内の高校を卒業後、ヒューストン大学へ進学した。大学在学中から演技に目覚め、スタンダップコメディアンとしてキャリアをスタートさせた。1980年にミシェル・ファイファーとニー・ダンザ出演のザ・ハリウッド・ナイツで、 映画デビュー。1982年には、レスリー・ニールセンが主演で、彼の代表作、裸の銃を持つ男の前身となったドラマシリーズ、フライングコップ知能指数例文書のエピソードのうち2つのエピソードの脚本も執筆し、多様な才能を発揮した。1985年には、マドンナの曲、マテリアルガールのミュージックビデオへも出演している。 1980年代後半に、ケビン・コスナー主演のサヨナラ・ゲーム、ロビン・ウィリアムズ主演のグッド・モーニング・ベトナムなどの話題作へ出演し、世間でも知られるようになった。1989年にはまだ若手だったティム・バートンが監督したバットマンへ出演し、キム・ベイシンガー演じるヒロインの勤務する新聞社の同僚を演じている。 その後もテレビドラマや映画を中心に活動を続け、役者、コメディアンとしての地位を確立している。1983年に女優経験もある、バーバラ・コール・ディスカ・ペリーと結婚した。ありがとうございます。